ってきた？戻ってきた？ちょっと iPhone につなげ直しました。 iPhone につなげ直したけども、あ、帰ってきた？ごめん、どこから聞こえてなかったんだろう。え、10人の名前、お名前呼んだけど聞こえてなかった？ただいま、こんばんは。ルーブしてる？戻ってきた。え、10人の名前聞こえてない？聞いてない、わかった。じゃあ10人の方お名前読みます。谷くんさん、まー、あ、ちゃん、まさしさん、きずなさん、かずさん、ゆうやさん、あきもさん、もびさん、つるきちさん、ペンギンさん、この10名が今からちょっと前半というか書かせていただきたいと思います。まずはなので、谷くんさん、谷くんさん、いつもありがとう。たーにーくん、たにくんさん、もっとね、結構ね、最近っていうかね、今年になって好きになってくださってね、よく来てくださるようになったので、もっともっと好きになっていただけるよう、ね、そして仲良くなっていけるよう、10枚目シングルよろしくお願いします。お、改めて新選抜おめでとう。10枚目期間が充実した方になりますように。ありがとう、谷くんさん。じゃーん、なんとなんと今回のコスプレ一着はくまさんです。くま、くまさんでございます。なんとあのくまの耳なんか壊れてて、つけれなかったですなのでちょっとくま感少ないんですけど、くまさんをコスプレを着てます。今回は谷くんさん、ありがとう。もっともっと好きになってくださいありがとう谷くんさん。カイトさん、かわいい、ありがとう。なんか壊れてました。え、3年ぶりぐらいに来たんですけど、もう壊れちゃってました。続きましては、まー、あ、ちゃん、まー、あ、ちゃん、まー、あ、ちゃん、じゃあ違うやつ、コスプレじゃない方にしよう。まー、あ、ちゃん、お、席増えて嬉しいね。いろんなとこに連れてってね、ちょっと待ってね。あーちゃん、はい、まーちゃん、ありがとう。じゃーん、まーちゃんいつもありがとね。じゃじゃん、そして、あ、これも新しい。今回のもう一個の私服は白のブラウスにピンクのズボンなんですけれども、なんと髪飾りが3種類ありまして、そのうちの1種類がうさみみちゃんでーすちょっと珍しくない？うさみみちゃん、うさみみちゃんです。いつもありがとう。ちゃんとソラハのことももっと好きになってくださいね。ツンツンとかやいとかもそうなんだけどあのソラのこともちゃんと好きでいてください。まーちゃん、ありがとう。いろんなとこ連れてってね、ありがとうありがとうございます。 ありがとう、あーちゃん、お花ありがとうございます。大切にしてね。続きましては、まさしさん、お、2枚ありがとう、まさしさん。どうにしようかな、あ、これにしよう。これとお洋服がこれなので、はい、これにしちゃいます。まさしさん、ありがとう。じゃあ2枚だから、まさしくんとまさしさんにしよう。まさしさんとまさしくん、いるかな。あ、いた、久しぶりだ、嬉しい。また話せるの楽しみだな。チュチュ、おーと、チュ、ありがとうございます。2枚
嬉しい。今日初2枚だ。よし、まさしくん2枚ありがとう。まさしさん2枚、しばらく会えんけど、うーん、しばらく会えないのは寂しいけどね。9枚目もお話し会いっぱい来てくれて、本当に初期の頃から来てくれてすっごいすっごい嬉しいし、10枚目もね、まあ先になっちゃうかもしれないけど、お話できると思うとすごく楽しみなのでお待ちしてます。ソラハのことばっか見ててね、どのアイドルの中でも思うな、発動しちゃった。ありがとう、2枚、ありがとう、ありがとうございます。あ、そう、今回横にし、あともう一個、花冠。今回この白のブラウスに合わせた髪飾りがうさぎちゃんと、この今年の生誕祭の花冠をつけました。皆さんお楽しみに。横もたまにあります、縦もあるんですけど、横家族もあります。ありがとう、まさしさん、かわいい、めっちゃかわいい、尊い、ありがとうございます。こんばんは、こんばんはです。続きましては、絆さん、絆さん、絆さんいらっしゃるかな。あ、いた、嬉しい、ありがとうございます。オケピー、ありがとう。絆さんはね、すごいショールームとかでよくお見かけするっていうか、コメントしてくださってて、めちゃくちゃ嬉しい。お話できるかな、いつか。選抜おめでとうございます。チェキありがとうです。お、ありがとう、こちらこそありがとう、絆さん。なんともう一個の髪飾りは猫ちゃんです。にゃん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 、猫ちゃんです。猫、ありがとう。またいつかお話ししたいなって思うし、お話ししてもっと仲を深めれたらなと思うし、絆さんのこと多分まだまだ知れてないと思うので、もっともっと知っていきたいです。絆さん、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、まさしさん似合う、ありがとうございます。続きましては、カズさん、なんとなんと3枚、ありがとう。3枚だから全部バラバラにするから、これと、まずコスプレでしょ、コスプレ、その次が私服1、その次が私服2。カズさん、カズさん、カズさん、どうしようかな。関西同士ということで、ちょっと関西弁で書いてみた。カズさんはカズさんやけん、全部カズさんにするか。カズさん、カズさん、カズさん、どうしようかな。コメント、え、選抜記念で3枚買っちゃった。え、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。ありがとう、選べない、嬉しい、考えた、おりゃ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 、クリスマスさん、ありがとうございます。こんばんは、うわ、やばい、無言になってしまう。あ、間違えちゃった、ここに書こう名前下になっちゃった、新しい、今まで結構上に名前書くこと多かったけど、上に名前書く系かもしれん、下か、下に名前書く系。カズさん、3枚ありがとう。まずコスプレがこちらでございます。ジリアン、クマちゃんのコスプレと、そして私服1のこちら、ジャケットありのこのお洋服と、もう一個が
何でしたっけこれ、ブラウスの、白のブラウスの花冠です。カズさん結婚してありがとう。じゃん、関西ということでめっちゃ好きやでと、この先も好きでいてねと、1番、カズさんの1番でずっといられるよう、これからも頑張るのでずっと1番でいさせてください。もっとソラハのこと、もうね、ソラハのことしか考えれないってなってると思うけど、もっともっとなってもらえるように、自分磨きはもちろん、もっと実力っていうか上げていけるように頑張ります。ありがとうカズさん、3枚ありがとうございます。そして続きましてが、ゆうやさん、ゆうやさんも3枚じゃないの、ゆうやさん3枚ありがとう。ってことは、コスプレ、コスプレ、そして私服、私服1、私服1で、私服2、私服2、はい、ゆうやさんありがとう、ありがとう。ちょっと待ってよ、ゆうやさん、ゆうや、ゆうやくんにしよう、ゆうや、ゆうやくん、あともう一個は、まあ、ゆうやさんにしよう、ゆうやさんありがとう、嬉しい、久しぶりの、お、チェキンサイン嬉しいです、ありがとう、こちらこそありがとう、いろんなところ連れて行ってあげてね、よろしくやで。すでにいろんなところね、ゆうやさんが来てくれとるから、一緒に連れてきてください。あともう一個何で書こうかな、なんか黒の、黒でサイン書いてるやつすごいなんか寂しくなっちゃう、もっと色つけとけばよかった。ゆうやさん、まずはクマのコスプレがこちら、そして私服1がこちら、そして私服2がこちら、全部縦になります。じゃーん、ずっと大好き、いつもありがとう、ありがとうございます。この前は本当にいろんなところ来てくれて嬉しかったし、素敵な写真も撮ってくれてありがとうね。もう1年ぐらいかな経って、これからもいっぱい思い出作っていけたらなと思うので、よろしくお願いします、ありがとう。もうダメだよ今のところ、多分ソラハ一人って感じだと思うけど、釣られちゃダメだからね、おこだからね。ゆうやさんマジで優しいから怒ったことないけど、目移りしたらもうおこおこソラハになるんだから、よろしく頼ますで。ありがとうゆうやさん。続きましては、あきもさん、あきもさん、ゆうやさんありがとう、ありがとう、あきもさんいらっしゃるかな、あきもさん、何しよっかなコメントは。あきもさんバラありがとう、たかけいさんレインボースターありがとう、あきもさんはもう本当に AKB48 さんの握手会の時からずっとずっと、はい、ずっとずっと一緒に、あの、応援してくださっている方なんですけど、だからこそっていうよりあれで、じゃん、あきもさん一緒がいい、ずっとずっと一緒がいいです。他にね好きなメンバーがいて、いつの間にかソラハが、ソラハよりももっと好きな子に出会ってたんですけど、出会ってらっしゃったんですけど、でもね今でもこうやって来てくれるの嬉しいし、お話し会もね、あの、行きますって言ってくれてるから、ちゃんとソラのこと考えてくれてるし、透けていてくれてるのがめっちゃ嬉しいです。ありがとう、これからもずっと一緒にいてください、ありがとう。
ありがとうございます。ありがとう。今日のチェキサインは圧強め。いやそうかもしれん。いやガチで思う女になってしまったけん申し訳ない。みんな圧嫌いな人からしたらちょっといやーんってなるんですけども、よろしくお願いします。続きましてはモービさん。モービさん、モービさん、モービさん、モービさんいるかな。ウッチーさんお花ありがとう。ちょっとかっこいい系にしようのか。こんな感じで。ありがとう。ペンライトカラーで締めてみた。しやーん。リキーさんハートありがとうございます。モービさんじじゃーん。私服1の横画角です。ラブラブ、いつもありがとう。ありがとうございます。最近お話できてないけどね、ショールーム来てくれてたりとか嬉しいし、またねもっともっと10枚目シングルね、モービさんの推しメン2人が初選抜で、すごいボムさんの12月号はもうモビさん、モビさん、モブさん、モビさん得な2人のグラビアだと思うので、いっぱいもう目に焼き付けてください。そしてね10枚目シングルいろんなところでこうパフォーマンスできたらいいなって思うので、それのこともちゃんと見てください。リコチだけじゃなくてありがとうモビさん。じゃーん。ちょっと大人っぽめソラハです。ありがとう。これからもずっとよろしくね。続きましてはつりきちさん。つりきちさんありがとうございます。つりきちさん、つりきち2443、どうしようかな。色がね、これにしたら赤ってきたらやっぱ緑ってなっちゃうね。釣り吉さんありがとう。お、いますよ。ありがとうございます。ありがとう釣り吉さん。じゃん。毎日会いたい、毎日会いたい。本当にお話し会の本当にすごいたくさんたくさん来てくださっていて、10枚目もいっぱい話せるかなと思うんですけど、9枚目期間でめちゃくちゃね釣り吉さんのこと知れて、10枚目期間をもっと知れるのかなと思うとすごい楽しいし、本当にやっとね選抜選んでいただいたということで、山口県とかにもね行けるよう頑張ります。今月末のマイカー来るかな。マイカー公演、花垂はね出れないんですけど、マイカー公演は出るので、もしよかったらお待ちしてます。ありがとう釣り吉さん。また会える日を楽しみしてます。毎日会いたいけどね毎日会いたいけどね。続きましてはペンギンさん。ペンギンさん、ペンギンさんいるかな。皆さんいらっしゃったらね、はーいみたいな、なんかアクションリアクションしてくださると嬉しいです。お、ハートありがとう。ありがとうございます。はーい、ありがとう。次、悪い博士。はい、どうしようかな。こんばんは、ありがとうございます。ペンギンさん、じゃん、チェキありがとう。いつもありがとう。こちらこそありがとう。話したことあるのかな。でもねこの前ね SNS でなんかお見かけした気がするんだよね。だからねプロフィールのところにソラの名前書いとって、嬉しいってなりました。ありがとう。
また10枚目会えるかなって感じなんですけど、会えたらいいなと思うし、大学生なんよね。もしかしたらそれより年下なのかな、同い年ぐらいなのかな。またね、あの学生だったらね、ちょっとバイトだったり学校だったりで忙しいかもしれないんですけど、いつか直接お会いできたらなって思ってます。ペンギンさんありがとう。いつか会いたいいつか会いたいありがとうございます。あ、続きまして11人目からですね。今から10人読みます。いますよ、いきます。アイラブ青森さん、ヨウさん、かまちゃんさん、たけるさん、しゅうへいさん、よいさん、ファシちゃん、アンナちゃん、タピチュさん、くにさんです。今呼ばれた皆さんは、はーいってやるスタンバイお願いします。バージョンのモンスターさん、だるまありがとう。ということで、アイラブ青森さん、アイラブ青森さん、いるかな。アイラブ青森さん、いないかな。お仕事中かもしれん、もしかしたら。めちゃくちゃね、この前もね、お話し会の時ね、あのお仕事しながら、お仕事中にね抜けてきてくださってたから、もしかしたらお仕事中かもしれん。アイラブ青森さん、ありがとうございます。早く会いたい、マジで。ありがとう、アイラブ青森さん、じゃーん、これからもよろしくね、ということで。すごいね、ドラさん推しでね来てくださるようになったんですけれども、ドラさんで選抜入れて本当に嬉しいです。すごいね、青森に住んでて遠いんですけど、この前広島まで来てくれたりとか、本当にいろんなところに来てくれて、お顔が見れてすごい嬉しいし、オンラインもね来てくれて嬉しいし、もっともっとね、いろんな、私もね青森に行けるぐらいね頑張りますので、待っててください。だしまた会いに来てください。お仕事かな、お仕事頑張ってください。ありがとう、アイラブ青森さん、また待ってます。ありがとう。続きましては、ヨウさん、ヨウさん、ヨウさん、お、いる。やばい、どうしよう、今からいじります。いろんな人とチェキ取ってるから比べられたらどうしよういろんな人とチェキ取ってるからクオリティが違うすぎるってやられたらどうしよう。やばい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 ヨウさんありがとう。すいません、いじりました、ごめんなさい。なになに、星じゃん、星になってる。何送ったんだ、何送ったのか気になっちゃうじゃないか、逆に。何送ったんだろう。まあでも、ヨウさんはソラハのチェキをきっと、なんだっけ、ソラハのチェキをちゃんと携帯の裏とかに挟んでくれると思うので、じゃーん、ヨウさん、ソラハが世界で一番よろしくお願いします。ソラハが世界で一番、ありがとう。いつもね、いろんなね東京のイベントとかも来てくれて嬉しいし、この前もね来てくれてめっちゃ見えたしね、わかんないけど、いつもねマイシングルリリース日にね東京でリリーベがあるから、もしかしたら今回どうかわかんないけど、あるってなったら来てください。もうずっとずっと昔から応援してくれてありがとう。あの固定
固定ポストっていうじゃんけん大会の動画で本当に笑っちゃうありがとう、ずっと本当に応援してくれて、これからも頑張るので一緒に読んでください、ありがとう。お、スマホの購入交換します、イエーイ、やったやったやっとね、よろしくやで。他のアイドルさんと毎日ラブラブしてて本当は嫌なんだからな羨ましいんだから。続きましてはかまちゃんさん、かまちゃん、かまちゃんさん、かまちゃんさんいらっしゃるかな、かまちゃん、かまちゃんさんあれかもしれん、またまたまた、このかまちゃんさんもすごいね、毎日お仕事が夜からん朝から夜までかあってね、すごい大変だから、もしかしたらね配信が見れてないのかもしれない。次、ありがとうございます、石川さん、ありがとうございます、よいしょ、ありがとうございます、こんばんは。ちょっとねすごいね、私もうねめちゃくちゃね、時間をかかってしまうですけれども、一枚一枚丁寧に書かせていただきますのでよろしくお願いしますということで、かまちゃんさんありがとう、お仕事お疲れ様、本当に 朝から夜遅くまで本当お疲れ様です。なんかイベントがある時とかね本当に大変だと思うんですけど、あの配信ちょっとでも覗いてくださるのすごい嬉しいし、来てくださるのも嬉しいし、お仕事の合間になってお話から来てくれるのも嬉しいし、本当に全部が全部嬉しいです。これねお仕事お疲れ様って書いたので、お仕事終わった後にすぐ見れるようにカバンに忍び込ませるか、財布に忍び込ませるか、スマホの裏に忍び込ませるか、どこかしらに忍び込ませてください。そしていつでも空葉が見れるようにしてください。ありがとう、ありがとう、かまちゃん、これからもよろしくやで。ありがとう、ありがとうございます。続きましてはたけるさん、たけるさんはお2枚だ、ありがとうございます。2枚は被らないようにするの、被らないようにするので、こちらと、こちらにしようかな、うん、あ、ってなった、たけるさん、じゃあ2枚なのでたけるさんとたけるくんにしよう。この方はですね、あのメールの返信でこの一言書いたやつをちょっと隠してほしい、当日のお楽しみにしたいという返信があったので、当日のお楽しみにするためにちょっと何書いたかはちょっと隠そう、隠したろ、どうしようかな、なんだっけ、なんか、で1個は普通に別にいいか、なんだったっけ、私漢字が待って漢字が分かんない、難しい言葉を書こうとしてるわけじゃないんだけど、ああこれだ、はい、書けました、2枚ありがとうございます、ありがとう、あ、同じ色になっちゃう、あやさんだ、来ました、あやさん、たけるさん2枚ありがとうございます、2枚、じゃあどうしようかな、メッセージ隠した方がいいらしいので、じゃーん、たけるさん、たけるさんありがとうございます、2枚申し込んでくださって、今日お仕事だから見れないっていう返信があったのであれなんですけど、いつもいつも空のことをすごいたくさん考えてくれてて嬉しいし、他の子にね目移りすることも多いかもしれないんですけど、目移りせずこれからもずっと空のこと見ててください。そしてずっとずっと好きでいてください、何かあったらいつでも言ってね、相談してね、一人で抱
抱え込まないでね。ありがとう、ありがとうございます。続きましては周平さん、ありがとうございます。周平さん、もう空通信のプロです。周平さんはいつももう返信してくださってるよ。周平さんいるかな。あ、呼ばれた、呼べれて。周平さんありがとう、周平さんありがとう。今日もたくさんありがとう、返信してくれて。見ましたよ、しっかり。マジでね、メール送っててね、周平さんの返信があるだけですごい嬉しいし、楽しみになります。メール送ってて、ありがとうございます。選抜おめでとう。 MV 公開されたらそらはちゃんめっちゃ探すね。ありがとう。そのめっちゃ端っことかもうちっちゃーみたいなかもしれんけど、どんな感じになるかもわからないのであれなんですけど、いっぱいそらはのことを見つけてください。ゆうかちゃんとね、ゆうかちゃんとまいちゃんと選抜に入れて、やっとね、ずっとねドラさんで入れたらいいねって言ってくれてたので、やっと入ることができて本当嬉しいです。3人でいっぱいいろんな活動できるように頑張るので、これからもよろしくお願いします。また待ってます、会えるの楽しみにしてる。遠いのにね、ありがとう。オンラインも待ってます、ありがとう。いつか行きたいの、周平さんのね住んでいる県にも。続きましてはよいさん、よいさんありがとうございます。え、よいさん、怒られない、大丈夫ですか大丈夫。よいさんありがとう、嬉しい。申し込んでくださってるの、もしかして内緒かな、内緒で申し込んでくれてる。ありがとう。あ、ゆいさん今おらんかな、もしかしたらお仕事中とかかな。あえん、ゆいさんありがとう。ゆいさんありがとうございます。ゆいさんはあの本当にもうマジの初期の初期の初期のくらいからずっと見守っててくださってて、お話はしたことはないと思うんですけど、すごいショールームだったり、ちょっと私が落ち込んだ時とかメールの返信でいっぱい書いてくださったり、すごい支えられてます。よいさんありがとう。見守りたいかもしれないですけど、もう10枚目シングルから堂々と応援してください。応援してください、兵庫コンビで応援してください。もう推しメンって言っちゃっていましょう推しメンって言っちゃいましょう。ありがとう。続きましては、あ、パスちゃんさん、おお、3枚だ。パスちゃんさん3枚ありがとう。ってことは、なんだっけ、コスプレ、コスプレ、私服1、私服2、パスちゃんさん3枚ありがとう。パスちゃん、パスちゃん、何書こっかな。3枚もハートありがとう。選抜おめでとうございます、ありがとう。パスちゃん嬉しい、ずっと応援してくれてるもんね、嬉しい。どうしようかな、なんか全部チェキいろんなところに持って行ってもらいたいっていう気持ちでなんか書いちゃった言葉。
ラストどうしよう、1枚嬉しい。今回ね3枚申し込んでくださってる方でもね、思ったなんかどうしよう今回本当に少なかったなって思ったんですけども、皆さん申し込んでくださっていてすごく嬉しかったです。ありがとう。紫入れちゃいました。にゃんにゃんにしよう、にゃんにゃんにゃん、ありがとう。続きまして、こんばんは、さとしさん。日本語変になっちゃったかも。ファッションさん、まずはくまさん、くまさんコスプレと、私服1、そして私服2。バスちゃんさん3枚ありがとうございます。バスちゃん、いつかお話ししたいです。お話できる日ありますか？ショールームとか本当にめちゃくちゃ来てくれてるんですけど、お話がしたいです。直接会いたいんですが、もしよかったらね、今再販中だし、今回のシングル今まで参加してなかったけどってなってるかもだけど、今回のシングル初選抜っていう、こうやっぱ行きやすいっていうか始めやすいかなと思うので、お待ちしてます。パッちゃんありがとう。もっと思い出一緒に作りたい。濃厚な、濃い思い出をいっぱい作りたい。1対1で。パッちゃん尊い、ありがとう。ありがとうございます。尊いです、マジで。パッちゃん3枚ありがとう。お家に届くの楽しみにしててください。続きましてはアンナちゃん、アンナちゃん、アンナちゃん、アンナちゃんいるかな。あ、これめっちゃハートかい、ハートだ。名前がボケちゃった、名前がボケちゃったのでもう一回書き直します。アンナちゃんありがとう。ボケちゃった、書き直す。アンナちゃん、はい、アンナちゃん、モコちゃん、そらの今の気持ちを一言で書きました。もういっぱいあるんだけど、何が一番伝えたいってなったらこれだなと思ったのでこれを書きました。もういっぱいあるんだけどね、もういっぱいありすぎだったら、もう話せてないから、もう話したいこといっぱいありすぎるんだけど、やっぱこれが一番です。アンナちゃんありがとう。また会いたい。またね、またいろいろ勉強とかね、お仕事とか落ち着いたら会いたいなって思うし、まだちゃんと好きでいてくれてるのか不安だけど嬉しいです。あの返信とかも見てるしね、なんだろう、不安にならないでずっと大好きだから、また会おうね。いっぱいいっぱい本当にいろいろとありがとう。めちゃくちゃ感謝してるし、ナナさんに負けないぐらい頑張る。ナナさんね、アルバム出したりとかするからさ、やっぱナナさんに会う機会が増えるかなと思うんだけど、ソラハにも会いたいと思ってもらえるように頑張る。ありがとう、アンナちゃん。サイダーさんハート、お花ありがとう。バシちゃんさんとお便り、幕張、幕張で待ってます。ありがとう、待ってます。久しぶりに会うからドキドキしちゃうね。ドキ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 。続きましては、タピッチさん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 、こんばんは。いるかな、タピッチさん。
ふえとか言って、ふえ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 、ウィーンウィーン絶対交換を間違えてる。タペチさんありがとう。タペチさんいらっしゃるかな、いない、こんばんは。タペチさんいないかな。そう最近すごいね来てくれたりとかしてるんですけども、ありがとうタペチさん、またお話ししたいし待ってる。でも最近のも見ないかな、よく一時期っていうかすごい来てくれてたんだけど、今日はちょっとバタバタしてるのかな。タピチさんありがとう、また待ってます。会いに来て、そら定期的に来てくれないとやっぱ寂しくなっちゃうので待ってる。タピチさんえお会いしたことあるかな、直接。結構 SNS で結構めっちゃ見るよタピチさんのこと。いや監視してるわけじゃないから、みんなのこと監視してるわけじゃないからね続きましてはくにさん、くにさん、あ、呼ばれた。くにさんありがとう。じゃあこのチェキはこのチェキはお仕事とか朝起きたりとかした時に見てほしいっていう感じのあれになります、チェキになります。これをお仕事場とかに持って行ってほしい。ちょっとカラフルにしとこう、めっちゃ目立つように。くにさんありがとう。こっそり見る？じゃあこれも、じゃあこれこっそり 見るよ。ちょっとでも STU カラーがあるんですけど、見て。今日も一日頑張れてね、まあ、一日がお仕事長かったりとかすると思うけど、でもくにさんはもうめちゃめちゃにすごい真面目な方で優しい方だから、もうこんなこと言わなくても頑張ってると思うんですけど、まあ、空がいつでもそばにいるよってことで、今日も一日頑張れで、もうどんな時でもやっぱ一日ってね毎日来るので頑張っていきましょう一緒に。また会える日楽しみにしてるしね、岡山も行けるように頑張る。待ってて、広島でも、でも待ってる広島でも待ってるけど岡山も行く。いつもありがとう、お話し会も。のぶろうさん、はたありがとう、ありがとう。あ、続きましては20人、続きましての10人をお呼びしたいと思います。やすべさん、ゆうたくん、ひさぽんさん、ひろさん、たむたむさん、きのぴーさん、かいとさん、イエローフィッシュさん、ヘルムビーゲさん、だるさん、お願いします。10人の方です。続きましてはやすべさん、やすべさん、ああ、安部さん、今は選抜おめでとう、ずっと応援してるよ、ありがとう。ちなみにですが、今回のチェキは何人買いましたか？ちなみにですが、今日のチェキ、今回の10枚目は何枚買ったんですか？何枚買いましたか？ちょっと気になる。毎回1枚ずつで援護22人もうプロだよ、絶対 STU ナンバーワンだよ、 STU48 ナンバーワンだよ、もうすごいじゃん、すごいね、もう逆にすごいよ。22人、待って、ちなみにですよ、STU48 は48人います、半分ぐらい買ってるってことすごい。
ても嬉しいよ。毎回買ってくれてるの見て。ソラハしか勝たんはてなこれからもよろしくお願いします。でも公演の時この前さペンライト振ってくれとって嬉しかったし、一瞬で見つけたし、また会いたいし、またねオンラインとかも待ってるし、広島のね直接お話し会とかも来年になっちゃうけど待ってる。ありがとう。安部さんありがとう。こちらこそ。もしよかったら22人もいるからちょっと難しいかもだけど、日替わりで月にね1回1周できるかなと思うので、携帯の裏などに入れてください。22人毎日書いていきましょう。ありがとう安部さん。続きましては、ゆうたくん2枚ありがとうございます。2枚、ゆうたくん2枚ありがとう。ゆうたくんってあのゆうたくんですかあのゆうたくん、あのゆうたくんとはって感じだけど、これだ2枚違うやつにするけど、これにしとこう。ゆうたくんありがとう。ピンクトラムさんだるまありがとうございます。これそらはの知ってるゆうたくんだったらいいんだけど、でもこのゆうたくんは一人しか見たことないので大丈夫かな。ゆうたくん、あ、パチャンファン、パセファンの方なのかな。パセファンのあのゆうたくんなのかな。でもその方しかソラハ知らんないよね多分。ゆうたくん2枚嬉しい、ありがとうございます。続きまして、サイドケイさんありがとうございます。よし、あと1枚です。待てよ、めちゃめちゃ書きすぎためちゃめちゃ描きすぎたよ私。同じ色で描いちゃった。そういえばパセの生誕が決まりましたね。パセの生誕が11月16日誕生日当日、誕生日当日にパセの生誕がある。出れるかな私、マイカーだし2年連続マイカーだ。コイラジがないのかなその日、マイカー単独。ゆうたくん、まずはこちらと私服にとくましゃ、ありがとう。ゆうたくんいつもありがとうございます。お世話になってます。ショールームイベントの時もそうですけどね、お話し会もね、本当にたまにお話しさせていただけてすごい嬉しいし、ありがとうございます。これからももうパセ大好き大好きマンでいてくださいもうパセしか勝たん。でもなんか謎に1個だけ質問なんですけど、まあでも今見てないからあれなんですけど、めちゃくちゃあのポスト X のプロフィールにお名前が書いてある、はい、めっちゃメンバーのでもソラハの名前書いてないのに2枚申し込んでくださってるのはびっくり、ありがとうございます。いつかもしかしたら名前が書かれるのかもしれない、知らんけど知らんけど、ありがとうございます。2枚、クマとウサギです。ありがとう。続きましてはひさぽんさん、ひさぽんさん、ひさぽんちゃん、ひさぽんちゃん、大切にする、ありがとう。ひさぽんちゃんありがとう。ひさぽんちゃんって書いたよ。にゃん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 って感じです。にゃんにゃん、めっちゃにゃんにゃんしてる。
がとうございます。りさぽんちゃんありがとう。にゃん猫ちゃんの方にしました。ありがとう。岡山またさっきもね言ったんですけど、岡山行けるように頑張るしね、また大きなコンサートとかでね、出れるように頑張るし、広島でも待ってます。ありがとう。いつも本当にねめちゃくちゃね洋服のセンスも素敵で、めっちゃ毎回ねイヤリングとか自分で作ってるんですけど、めっちゃ素敵、めちゃくちゃ可愛いし、また二人で二人で待ってます。来てください。ありがとう。ずっとずっと見守ってくれてて嬉しい。続きましては、ヒロさん。ヒロさん、お、ヒロさん3枚、ヒロさん3枚ありがとう。3枚ありがとうございました。私服とかバラバラになるように。ヒロさんありがとう。ヒロさん、あ、コメント欄で教えてくれて優しい。みんなで協力や、ありがとう。ヒロさんやけん、じゃあ3枚あるけんヒロくんにしよう。ヒロくん、ありがとうございます。ヒロさん、買ったのにまだ呼ばれてないって方、もうしばらくお待ちください。ごめんね、すごい時間かかってしまってる。でも大丈夫、絶対に今日中に終わらせるからね、待ってて。今日中はさすがに遅いのでちゃんと21時ぐらいまでには終わらせれる、終わらすので。今日中は長すぎる。じゃあ今日中じゃなくてあれにしますね、なんだっけ、日付が変わるまでも今日中やから、あのちゃんと言ったら21時だけど9時、9時までには絶対終わらすよ。もうみんなだって明日日曜日やん、月曜日やったらちょっとあれやけど、ちょっと日曜日け、一緒に付き合って。どうしよう、3枚もねあるとね、ラスト1枚何書くかめっちゃ迷っちゃうんだよね。じゃあ萌えが好きなのでこの方は萌え汁ふっぷかご、はい、両方ね、両方ね、両方ずっとから始まることにしちゃった。許して、萌えゼリフってなったらなんかわからんけど、ずっとってなっちゃった。はい、まず1枚目、熊の、熊ちゃんずっと前から大好きだよ。2枚目の萌えゼリフ、じゃん、私服の花冠、ずっと一緒がいい、ずっとずっと好き。そしてもう一枚が横側、横向きのチェキです。ラブラブ、ありがとう。ヒロさん3枚もありがとう。毎日ねすごい大変なお仕事なんですけど、帰ってきてくれててすごい嬉しいし、お話し会もねたくさん申し込んでくれてたり、いろいろ拡散とかもしてくれてるのもすごい嬉しいし、この前も名古屋か、あのお仕事終わりで忙しいのに来てくれてもすごく嬉しいし、嬉しいことばかりねしていただいてるので、それもひろさんが嬉しいとか楽しいとか絶対思っていただけるような活動ができるよう、もっともっと頑張ります。ひろさんありがとう。嬉しい、届くの楽しみにしてて、全部職場に持っていっててね、ダメだよお家に置いてっちゃ、いや1枚ならいいけど続きましてはタムタムさん、タムタムさん、タムタムさんありがとうございます。にゃんって感じにゃんにゃんしてる、にゃんにゃん
ちゃんとね、花冠とうさぎちゃん各10枚ずつぐらいしかないからレアですよ。たむたむさんありがとう、そばにいてくれてありがとう。もうずっとずっといてくれて嬉しいし、オンラインになってからね、お顔とか見てお話できる機会が増えてすごい嬉しいし、たむたむさんとはね、もうこれからもずっとずっと一緒にいたいなって思うし、ずっとそばにいてほしいなと思うので、じやーん、そばにいてくれてありがとう。ありがとうだけど、これからもそばにいてくださると嬉しいです。またパフォーマンス見に来てね。バタバタが落ち着いたらいつでも遊びに来てください。ありがとうたむたむさん。お、ありがとう、おばあさんネズミありがとう、ありがとうございます。続きましては、キノピーさん、キノピーさんありがとうございます。キノピーさんありがとう、キノピーさん、ありがとう。はい、ありがとう、ずっと見てくれとってありがとうございます。キノピーさんがあの言いたい、言いたいっていうか、キノピーさん、キノピーさんの気持ちを代弁したあのあれにしました。きっと多分キノピーさんもこう書いてほしいだろうなと思って書きました。今日の空はめっちゃ可愛い、え、嬉しい、ね、大人っぽいよね今日、なんか見た目が。あ、結婚して、あ、結婚してではなくてごめん、ありがとう。でも結婚してではないんだけど、キノピーさん、じゃーん、ソラハしか勝たん、一生大好きってキノピーさんの言ってくれるかなと思って書きました。この2行目は、まあ、ソラハの気持ちでもあるんですけれども、まあ、これからも両思いということでよろしくお願いします。ちなみに今日のソラハだった、ちょっと大人っぽめソラハです。ありがとうキノピーさん、またね、お仕事が本当にいろいろプロジェクトが大変だと思うんだけど、キノピーさんなら大丈夫だと思うし、キノピーさんだからこそ任せられたね、お仕事だと思うので頑張ってね。またいい報告聞けるの楽しみにしてます。ありがとうキノピーさん。続きましてはカイトさん、うわ、カイトさん、なんとなんと3枚、ありがとう、3枚ありがとう。じゃあコスプレと私服と私服もう1、ありがとうございます。カイトさん、じゃあ読み方を変えよう、カイト、カイトくんとカイトさん、ありがとう。お仕事中かな、もしかしたら。おもろい、1個、1個ちょっと圧強めの圧強めのコメント書いちゃった。あざと、あざと、あざと言葉みたいな書いちゃった。あともう一枚どうしようかな。え、あざとい思いってきたら、なんだろうな。もう一回あざといで迫るか、迫るか。いや、
もうこれはこれにしよう。一個は真面目に、一個は真面目に書きました。カイトさんありがとう。まず一つ目はじゃーん、ドアップクマちゃん。クマさん耳ついてないけど一応これクマのコスプレではあるんだ。1枚クマさんと私服じゃーん、今年の生誕祭。そしてもう1枚が旅行の私服です。全部違います。カイトさんありがとう。最近はどうかな、一時期他の研究生ちゃんに釣られたりとかしてたけど、最近はどうかな、どうかなどうかなって不安なんですけど、でも公演とかもね来てくれとって嬉しいし、こうやって3枚もチェキ申し込んでくださっとるのも嬉しいし、あのまた広島のねイベントもそうだし、いろんなところで会えたらなと思うし、10枚目もっともっといろんな今までよりもメディアに出たりする機会が増えるかなと思うので、いっぱいもっともっと好きになってくださると嬉しいです。3枚もありがとう。カイトさん届くの楽しみにしててね。もう超気持ち込めて、全部に気持ち込めてるのでよろしくお願いします。続きましてはイエローフィッシュさんありがとう。イエローフィッシュさんありがとう。こちらこそ、あ、いる、はーい。イエローフィッシュさん、黄色い魚さん。ソラハいつも元気と努力好きだよ、選抜おめでとう。ありがとう。約4年初めてソラハのサイン。確かにめちゃくちゃ本当にガチの、もうガチの昔もうおデブちゃん時期ぐらいからもねずっと応援してくれてるよね。約4年、4年にしてやっと初チェキ、初チェキじゃない初サイン、やったー。黄色って感じ合ってるよね。ちょっと不安になっちゃった。嬉しい、ありがとうございます。ありがとう、ね、今回だけじゃなくてちゃんとこれからもずっと選抜で位置付けられるよう頑張るので、ちょっと見守っててください。イエローフィッシュさんありがとう。じゃーん、初サインチェキ、いつかお会いできたらなって思うんですけど、どうですかね、会えるかな。今回のねなんだっけ10枚目シングルきっかけでお話し会来てくれたり、オンライン直接がねやっぱ難しいかなと思うので、オンラインとかで予定が合えば初選抜おめでとうって直接来てくださると嬉しい。嬉しい、会いたいな。未来、未来未来、未来はどこまでの未来なの。3ヶ月後の未来とか、もう何十年後、来世とか、来世とかになっちゃったらちょっと悲しくなっちゃうよ。続きましてはヘルムビーゲさん、ヘルムビーゲさん、カタカナヘルムビーゲさんいます。まだ寝てる。大丈夫。今何時？ヘルムビーゲさん今何時？夜？めっちゃ夜もしかして。めっちゃ夜もしかして。だってさ、全然時刻違うじゃないですか。何時なんだろう。
5時、5時、待って、今1時間かってるから4時ぐらいから起きてくれてるってことだよね。ごめん、めちゃくちゃ時間かかっちゃった。ありがとう、ありがとう。いっぱいこの後寝れるかな。ありがとう、ヘルムウィーグさん、ごめんよ。何時間ぐらい違うんだ。ありがとう、ヘルムビーゲさん。あ、週末だから OK、 よかった、週末で。ありがとう、来てくれて。この後いっぱい寝てくださいだし、こう本当にもうずっと約5年半とか、すっごい、ね、長い間応援してくれてて嬉しいし、お誕生日の時毎年ね絵描いてくれるの嬉しいし、これからもねずっとずっとアイドル卒業するまで応援してください。そして絵描き続けてください。いつかお話ししたいです。オンラインとか時間がね、そのやっぱりなんて言うんだろう、時差があるから難しいかもしれないんですけど、夜遅いのだったり逆にめっちゃ早いのだったり来れたらお話ししたい。この長期間応援してくれて、なんだろう、節目っていうのかな、10枚目の初選抜のシングルで、もしよかったらお待ちしてます。続きましてはダルさん、ダルさん、ダルさん2枚、ありがとうございます。2枚ありがとう。どうしよっかな、1枚は私服で、ね、本当にそうだよ、ずっといてくださる、すごいよ、ありがたいよ。じゃあダルさんも、2枚なので1枚クイーンにしますね。こんばんは、ひょどうしようかな、色味。こんばんは、こりゃ1枚、そしてもう1枚はみんなごめん、お待たせしちゃって。しかもさ、今日届くわけじゃないけんさ、もっとお待たせしちゃう、ごめんよみんな。ドキドキしながら待ってて。はい、まず2枚ということで、1枚はコスプレのこちらのガウって感じたクマさんと、もう1枚が横の私服です。ありがとうダルさん、ありがとうございます。前回のシングルね、後半とかめちゃくちゃ、あの後半かな、話せなくてちょっと悲しかったんですけど、お仕事がねすごい充実して楽しいというのを聞いたので、すごい大変かもしれないんですけど、お仕事頑張ってください。そしてね、また日本に帰ってきたらね、いつでも、まあちょうど ST が何かあったら来てほしいなと思うし、まだ多分直接は会えたことがない気がするので、直接待ってます。お話し会もいつもありがとう。10枚目シングル選抜入れたよ、ソラパセありがとうダルさん。はい、続きましては、あ、またまた10人お名前をお呼びしていきたいと思います。今からの各10人は、松山のひろくん、あーちゃん、斉藤さん、村上さん、コキンさん、ライザンさん、マナブさん、A ランチさん、ミズティさん、マーチさんです。イエーイ、半分ですやっと皆さん半分ですってことで、多分今のまま順調にいけば8時半には終わる。みんな8時半には終わる、だけど9時には終わるから大丈夫、みんな安心してほしい。続きましてだけ、松山のひろくんさん、松山のひろくんさん、こんばんは、ありがとう、3枚感謝です。
ーク。ヒロ君いるかな。ヒロ君いるかな。ヒロ君。最近全然会えてない。どこに行ってるんだ。ヒロ君さんどこに行ってるんだ。他の後輩ちゃんとかかしら。後輩ちゃんに行ったりしているのではないか。ヒロ君さん。ありがとう。もっと好きになって。まためちゃくちゃなんかね、美術の先生だったっけな、なんかでめちゃくちゃ素敵な絵で、生誕の時に毎年お誕生日の時に描いてくださるんですけど、これからもずっと描いてほしいし、STU の握手会の時かなに何だっけ、あれだったよ、なんだっけ、他のレーンのところで私がこうやって手振った時に目合って、それからキラキラさんになったんですけど、すごい本当に優しくって、握手もしたことあるし、本当に結構昔のソラハの初期ソラハから見てくれてると思うので、また大人になったソラハも見に来てください。ひろくんさんありがとう。ありがとう。ドアップ目です。クマさんに見えない、この服マジで耳大事。耳。続きましてはあーちゃん。あーちゃん、あーちゃん、あーちゃんいるかな。あーちゃん、ソラハちゃんありがとう。改めて選抜おめでとう。ありがとう。この前2階からだったけどめちゃくちゃパネル見えたよありがとう。かわいすぎると思うんですけど、持ち歩いてください。ありがとう。やばい、見えてなかった、ちっちゃくなっちゃってた。どうしようかな、色味的にこっちだな。いっぱいハート飛ばしとくね。ハートも飛ばしまくり。こんばんは。あーちゃんありがとう。うさぎちゃんです。こちらこそありがとうございます。また会えるの楽しみにしてるしね。結構公演とかすごい来てくれとってね、なんでなんか、お話じゃないな、会えたりしてるけど、お話はねあまりやしたことがないから待ってる。お、福岡から、福岡待ってる。ツーショットも撮れるかな。サンタさんソラハだけど、緊張するけど、サンタさんソラハ待ってる。お話しようね、マジで。オンラインもお話待ってる。定期的に話さないとソラハマジで病気だからってなるから待ってる。ありがとう。続きましては、斉藤さん。斉藤さん、お話も通所も行くよ。ありがとう、待ってる。斉藤さん、よいよい、はい、ネギムくん、あ、斉藤さんありがとう。こちらこそありがとうございます。これまたハート飛ばしとくね。よし、ハート飛ばしまくりました。生足、あざす生足じゃないんですよ。でも生足じゃないけど、
ごめんな、生足の写真チェキではないんやな、ごめん。でもでもでも斉藤さんが好きそうなやつが一番上にあったよ。じゃーん、斉藤さんありがとう。めっちゃわかりづらいけどね、もうめっちゃこんなぐらい、こんなぐらいお腹出てるもうできるだけお腹を隠さないというあれだったから、もうこんな気しか出てないけどお腹出てるありがとう斉藤さん。この前もね、返信もう3個にも分けて送ってくれて嬉しかったし、もう神様かと思いました。もう本当に前世何があったらそんなに素敵な人になれるのかがすごい気になります。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。 SK さんとの合同ライブ来てくれるかな。続きましては村上さん。村上さん当たりました。お、イエーイ、待ってます。来ました、お待たせしてるよね村上さん、ありがとう。村上さんありがとう。マジで村上さん赤と黄色のイメージが強い。まあそれは多分絶対にそのアバターのアバターなんですけど、赤と黄色のイメージが強いので赤と黄色入れときます。あたこと黄色のさじゃあ村上さんがアイドルになったら私がじゃあ赤と黄色のペンライト振るね。村上さんのペンライトカラー。村上さんありがとう。チキー、この先もずっとよろしくです。今までもたくさんたくさん本当にありがとうがいっぱいなんですけど、これからもねずっとずっとよろしくお願いします。まだまだアイドルで居続けるつもりなのでずっと応援しててください。本当にありがとう。乃木坂さん、元乃木坂46さんのね、なんか推しメン伊藤かりんさんの番組も1ヶ月後楽しみにしてください。めちゃくちゃ楽しかったです。ありがとう村上さん。では続きましてはコキンさん。コキンさん、コキンさん、コキンさんは今日は美味しいものを食べるって、食べる予定ですってなんか言ってた。今日は美味しいもの飯テロする予定ですって書いてたんですけど、まだ来てないのでちょっと今油断してるんですけど、この後に飯テロいっぱい来ちゃうのかな。飯テロ、ドキドキ飯テロ待ってます。前後が知り合い前後が知り合い。かっこいいな。こんばんは、ほりゃ。めっちゃ赤と緑のペンライトカラーにしました。コキンさんありがとう。チェキありがとうございます。横のクマさんのチェキです。ありがとう。お仕事でねいろんなところ行って大変だと思うんだけど、その合間にもねそれが飯テロ見てるよって言ったら送ってくれて嬉しいし、ちゃんとソラのことが頭の中にあって嬉しいし、やっぱ会える機会が減っちゃったけどめちゃくちゃ考えてくれてるんだなって思って幸せです。これからもね見守っててください。
広島遠征の時に、遠征っていうかこう出張の時に何か被るといいな。待ってる。高橋さんありがとう。おばあちゃんネズミ、金さんありがとう。お仕事頑張って。他のアイドルさんすごい楽しいかもしれんけど、空のことも忘れんでな。では続きましてはライザンさん。ライザンさん大山さん、大山さん嬉しいんだけど、ライザンさんびっくらぽんよ。そらめちゃくちゃ嬉しいよ。いるかな。レイさんです。なあ、あれ名前変えたんですか？アットマークな、ナオミ、ナオブラズ。嬉しい。なんで申し込んでくださったんだろう。じゃあめちゃくちゃもうすごいよ、すごいよ、見てびっくりしちゃうよ。もうね、ライザーさんありがとう。ありがとうございます。ライザーさんじゃーん。めちゃめちゃミッツさんのペンライトカラーで描きました。嬉しい、ありがとうございます。またお会いしたいなって思うしね、ミッツさんの、ね、尊さについて語りたいなって思うし、10枚目シングルのね時にね、大体もうミッツさんとめちゃくちゃ写真撮ってもらいました。何かあるたびにミッツさんって言って、もうしかも SNS に載せたいから、私 SNS に自撮り載せないんですけど、自撮りのしないので、マネージャーさんにすいません、みつさんとのツーショットを撮ってくださいって言って、すごいニヤニヤした写真になってるんですけど、いっぱい撮ってもらったので SNS 投稿したりします。みつさんのこと語り合おうね。ありがとうございます。ライザンさん嬉しい、嬉しい、マジでチェキは嬉しいな、びっくりだ。ソラハのことも連れて行ってください、いろんなところに。続きましてはマナブさん。マナブさん、元気してるかな、マナブさん。マナブさん。七並べ、七並べにいるのか。レイカちゃん、え？全然アイスじゃない。間違えた、マって書いたつもりがアになってた。アナブさんみたいになってた。マ、書き直します。マナブさん、マナブさん最近ね、お仕事でバタバタでね、返信とかもね減っちゃったんですけど、お話し会じゃないや、お話し会もそうだけどね、チェキ会も申し込んでくれてありがとう。もうソラハ推し、ソラ、もうめちゃくちゃソラハに推しにしたいから、もう赤と緑ばっか使っとくね。他のメンバーのこと好きでね、推しメンだけど、もうソラハ推しなんだぞ、まなぶさんはっていうのを示すために赤と緑、もうめちゃくちゃ赤と緑にしました。クマさんにしました。まなぶさんありがとう、来てくれて。今のねこのコメントは多分見れてないとは思うんですけど、お家に届くのでいっぱいいっぱいお仕事現場とかに持って行ってください。そしてソラハのことはもう信じられないぐらい考えて、もうソラハがいないと生きていけないっていう体になってください。まあ、マナブさんマジでね、デレの 時が一瞬もないんですけど、超ツンな人なんですけど、たまにもう本当にもう100分の 0.1 ぐらいの確率でたまにデレじゃないけど見える時があるので、それを
見逃さずこれからもよろしくお願いします。ソラはいつもなんでやってバーバー言ってます続きましては、A ランチさん、お A ランチさん3枚もありがとう、嬉しい。どうしようかな、何だっけ、コスプレと私服と私服1、いるよ、ありがとう。これ怪しい、これにしよう。ちょっと白飛びがね、今日なんかちょっと若干多いんですよね。私の顔が白すぎたのか白飛びになってることが多いので、ちょっと選びました。今日は A ランチさん3枚ありがとう。じゃあ1枚は今日は A ランチくんにしますね。よし、お名前を書かせていただきました。あれかな、 A ランチさんもソラハのこともうバリバリのあのソラハ推しかな。でもソラハ推しだよね絶対。他のね、もともと2人も応援しとってさ、あれやったけど、ソラが一時なんて一時なんてっていうただこねたからただこねちゃったから、きっと一途になってくれたけど、うん、マジで素敵な方なんですよね、A ランチさん。感謝です。口出ちゃった、口さん名前じゃない、書いたこと言っちゃった。ありがとうございます。1枚もうどうしようかな、もう1枚ちょっと甘めな、ちょっと甘々な、じゃあもう一個はじゃん、待って漢字はい、やっぱ今年はね、20歳になった年ということで、1枚だけ20っていうやつを入れたんですよ。やっぱ節目の年じゃないですか、20歳って。だから入れました20。まずは1枚はくまさんのコスプレ、そしてもう1個がその20歳っていう20、そしてもう一個が、私服のうさぎちゃんです。ありがとう A ランチさん、3枚もたくさんありがとう。お話し会もいっぱいいっぱいありがとうございます。直接のね幕張もいっぱい、ね、来てくださるって言ってくださったからすごい嬉しいし安心です。またいっぱいね4ヶ月間話せてなかったか、毎月のようにね A ランチさんと話しとったけ、4ヶ月話せてないのめちゃくちゃ寂しいから、また話いっぱい話せる機会が半年間続くと思うとすごく楽しみです。お仕事も今日ね本当に何十時間とか長い間なのにありがとう、お疲れ様です。おいしいご飯いっぱい食べてね、マジで手料理全部おいしそうすぎて食べたい、羨ましい。続きましてはミズティさん、花カメラありがとう、ありがとうございます。名前はもうなんいっぱい書いちゃうよ、ありがとう。ミズティーさんいるかな、ミズティーさん最近ショールーム見んけどいるかな。ミズティーさん、よし、今日
なんて書くかな。なんて書くかな。はい、水ティーさんありがとう。じゃーん、早く会いたい、待ってる。ありがとうございます。いつもね一回なんかねポーズしてねお話し会するようになってからね、もう毎回ねポーズで固まって待ってくれたりするんですけど、本当にすごいねなんかねいろんなお話ができる、すごいたわいのない話からねいっぱいできて、ミスティさんも本当に初期の頃から応援してくださっている方なんですけど、本当に本当にめちゃくちゃ優しい方で、もともとね STU じゃなくて乃木坂さんをしてたんですけど、今はねちょっとあまり会えてないから、もしかしたら他のアイドルさん行ったりしてるのかなとか不安なんやけど、でもお話し会また来てくれることを待ってるし、こうやってチェキ会も申し込んでくれてて嬉しいです。ありがとう、これからもよろしくお願いします。 STU さん10枚目シングルも楽しみにしてます。どんなポーズしてくれるのかな。もうやめてもいいんだからね、10枚目っていうキリがいい時で。続きましては、マーチさん、まさひこくん、マーチさん、マーチさん、マーチさんいらっしゃるかな。こんばんは、こんばんは。よし、どうしようかな。でもマーチさんはね結構本当に、マーチさんも初期の頃からずっと見守っててくださってるって感じです。マーチさんありがとう、離れないでずっと、ま、いてください。空の近くにもう堂々と空星ですって言ってもいいんだよ。堂々と空星ですって言ってもいいんだよ。あのもう推しメンシナの空派です。こう何々ちゃんいるけど、その中に推しメンシナの空派もいますって、どうぞって言っていいんだよ。こそっとしないで、うん、今回から10枚目というキリのいい時から堂々と推しメンになろう。推しメンになろうじゃない、推しメンにしよう。なろとは、なろとは。よし、それでは今から、10名の方を読んでいきたいと思います。みかんハートさん、もぐもぐさん、すーじーさん、アスパラさん、ミロさん、ウエさん、モベさん、レグルスさん、コウヘイさん、カホちゃん、アソジさんです。それでは行きたいと思います。まずはみかんハートさん、みかんハートさん、みかんハートさんいるかな。お仕事マジでねすごくすっごくね、もうねすごくお偉い様様なので、あのバタバタなんです、お仕事が。ありがとうございます。いけ、書いとこ、お仕事頑張れ。みかんハートさんありがとうございます。お仕事が大変な中ね、全国ツアーに来てくれてすごい嬉しかったし、もっともっとね忙しくなるって言ってたと思うし、会いに行ける回数が減っちゃうって言ってたんですけど、でも遠くからでも見守っててくださると嬉しいです。
ありがとうみかんハートさん、たくさん素敵な写真ありがとう、保存させていただきました、ありがとう本当に、これからもずっと空花子と見守っててください、応援しててください、あとSKE さんの合同ライブもね、みほりの分まで頑張ります、ありがとうみかんハートさん。続きましてはもぐもぐさん、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 いらっしゃる、もぐもぐさん、あ、いた、もぐもぐさん、ちょっと連続でいなあまりいなかったから、見てる方でお名前呼んでる方がちょっと嬉しい、もぐもぐさんありがとう、もぐもぐさんのいつもね名前を見るとお腹が空いてきちゃう、いつも絵文字にねコーヒーとケーキがさあるからさ、空はもうメステロに食らってます、メステロに食らってます、合ってるね、メステロも受けてます、めちゃくちゃ、ありがとうもぐもぐさん、この先もずっと大好きなので、そらはんのこともこの先もずっと大好きでいてください、ありがとう本当に、会いたいです、もう本当にもぐもぐさん結構ショールームとかよくお見かけするんですけど、待ってます、現地がね難しいかもなんだけど、オンラインもあるしね、やっぱいろんな県に行く機会が増えるかなって思うので、いつか会いに来てください、やっぱ直接ね1対1でお話ししないと、もっと仲良く1対1でお話しすることによってね、もっと仲良くなれると思うので、もぐもぐですって言って来てください、お、大阪申し込みました、やった嬉しい、大阪、お、え、大阪は来年か、来年、来年冬服、あ、デートコーデの日だ、待ってますありがとう、楽しみにしてます。続きましてはスージーさん、お、2枚、違う1枚だった、スージーさん、あれ、あ、推しじゃないの、今日はスージーで行くんですか、スージー、いつも推しって書いてるけど今回はスージーでいいんですね、スージー伸ばしか、スージーさんありがとう、いや2枚間違えました、違う間違えました、ちょっとごめんね、ありがとう、すごいめちゃくちゃ書きました、びっくりマークをびっくりマークをめちゃめちゃ書きました、びっくりマーク、ありがとうございますだよね、びっくりマーク、ありがとう、では通常さんありがとう、今日もシノの空は楽しい、毒がやん、もういろんなメンバーに釣られとるやろ、お話し会何人申し込んだんだ正直に食べろ、スージーさんありがとう、見て見て、空はだけを見てほしい、びっくりマークが5つもあります、星レベル5ぐらい目ってことですね、ちょ超強強ありがとうスージーさん、スージー推しさん、まだ5人、まだ5人ってことは今からまだ増えるってこと、その中でもあれちゃん、もしかしたら下手したらソラハが一番少ないかもしれんダメだよ、何がしなのソラハ、タン推しや、あれや、あれやん、よくある単に推しが多いのタン推しやないかダメだぞ、ソラハはタイプじゃなかったのかな、他の可愛い子の方がタイプだった、続きましてはアスパラさん2枚、アスパラさん2枚もありがとう、2枚だってしゃ、そうのこと好きってことそれは、
ソロのこと好きってこと、好きじゃなかったら申し込まないよって感じだよね。どうしようかな。今回も席ゲット嬉しい、ありがとう。好きじゃなかったらこの、そうだよね、ありがとう、ありがとう。なになに、そうかもしれない。どういう、どこ、どの、どのコメントに対してそうなのかもしれないなんだ。アスパラさん、じゃあもう一枚はアスパラくんでいきます。アスパラくん、ありがとう。チェキありがとうございました。あ、やっぱりありがとうございました。ゆうたくん、ありがとう。ソロのことも名前書いてもいいんだよ、嫌だったら大丈夫です。嫌だったら大丈夫です。あれ、蓋消えちゃった。ありがとう、アスパラさん、2枚。ちょっと待ってよ、アスパラくん初めて呼ばれた。うそ。じゃあこれからアスパラくんにしようか。アスパラくん、なんかいじってるみたいになるよね。ガオー、1個はガオーですね。もう1個、ちょっと1枚は圧、1枚は圧。でもう一枚は真面目、もう一枚は真面目です。もう一枚はちょっぴし真面目、ちょっぴしね。うちらはね、お互いを いじり合ってる仲なので、ちょっぴり真面目にしました。まあね、たまにもね、たまに真面目になりましょうということで、まず一枚がクマさんのコスプレ、そしてもう一枚が今年の生誕祭の花冠のチェキ会です。あ、チェキ会じゃない、チェキです。ありがとう、アスパラさん、2枚。そう、真面目な気持ちたまにね。ありがとう、本当にね、アスパラさんの返信にはすごい毎日支えられてるし嬉しいし、ラーメンの飯テルもこれからもよろしくお願いします。ラーメン先輩、アスパラくん。なになに、その言い方悪意ないよ。ありがとう、また来週お話し会、あ、ね、楽しみにしてます、お話しできる日を。ありがとう、アスパラさん、待ってる、あの、待ってるじゃない、行くね、逆に私が関東に。ありがとう、ありがとうございます。続きましては、ミロさん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 、カタカナミロ、ミロさん、お願いします、お願いします。ミロさん、ありがとう、ハート。最近どうですか、お仕事忙しいかな、お仕事忙しい、バタバタ体調崩したりとかしてないかな。また楽しみにしてる、ミロさんと話せるのね。え、どうだろう、10枚目お話できる。この前はね、ちょっと電波がね、調子があれだったからあまりお話できなかったけど、10枚目はお話できるかな。待ってます、ありがとう。こんばんは、ありがとうございます。初訪問の方とか覗いてくださるのめっちゃ嬉しいのに、ほとんど多分下向いてるよね。ありがとう、ミロさん、笑顔大好き。またその笑顔をね、直接見せてください。お、直接行ってみたいです。待ってる、え、待ってるよ、まだね、直接、まあ、どこの会場かにもよるけど、全然受付中だし、今回の第2再販もね、
あさっての13時まであるから、ちょっと予定表とかとお財布さんと確認とかしながら待ってます。ありがとう、みのさん、嬉しい、ありがとう。直接待ってる、ガチで待ってます。ありがとう、ありがとう、こちらこそありがとう。続きましては、モベさん、ありがとう。いらっしゃるかな、モベさん。モベさん、ありがとうございます。ありがとう。モベさん、あ、いる、嬉しい。申し込んでくれててありがとうございます。やったね、今回の10枚目シングルもお話し会来てくださるかな。また思い出が作っていけたらなって思います。嬉しい、なんて書こうかな。おべさん、じゃん、たくさんの幸せをありがとう、ありがとう。お、幕張伺います、やった、ありがとうございます。また直接でもね、毎回のシングルね、直接もちゃんと来てくれるし、オンラインも来てくれるしで、すごくすごく嬉しいです。ありがとう。ちょっとずつね、思い出いっぱい増えていってるの嬉しいし、またね、あの、この前も話したけど、この前とかお話し会で話したけどね、演技のお仕事もね、挑戦していけるよう、もっとアピール頑張ります。まだね、舞台1回ですね。もっともっとそういう方でもね、活躍できるよう頑張ります。ありがとう。続きましては、レグルスさん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 、なんか聞いてほしい、ちょっと私、あの、今ちょっとあるコメントを書いたんですけど、これはなんかそのポーズを見て書いたので、なんか萌えゼルフみたいになってしまったんですけど、あの、レアです、今レアの言葉を書きました。今日初めて書いたかも、レア言葉を書きましたので、あの、しっかりあの、何、たくさんレアだと思いながら、いろんなところに持ち歩いてください。選抜おめでとう、ありがとう、レグルスさん、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。空のこともね、おしめにしてくれてて嬉しいし、会いたい、直接ほら見て、ギュッてしたいな、なんて今日一日も書いてません、レアですなんかちょっと手を伸べてるのがちょっとかなと思って書いたんですけれども、またっていうか、直接会いたいので待ってます。マジでレアです、これ。ギュッてしたいなって、どういうことですか、か、嘘です、書こうかな、嘘です書かないけど、あの、お家に届いたらいろんなところに連れて行ってください。遠征だったり、お仕事場だったり、わらわらおかしいでしょありがとう、いつか会えたらいいな、10枚目シングル期間の中でね。続きましては、浩平さん、浩平さん3枚ありがとう、浩平さん3枚ありがとう。じゃあこれとこれと私服、浩平さん、じゃあ1枚くんにするね。3枚もありがとう。ありがとうございます。どうしよっかな、3枚
1枚はコスプレなんですけどね、もう2枚は私服なので、いっぱいハート描こう。ちょっと可愛い系だからいっぱいハート描きます。ありがとうございます、初訪問の皆さん。なんて書こうかな。1枚一人でニヤニヤしちゃった。よく浩平さんはいろんなねところに行ったりとか、ご飯いろんな国の食べ物とか行ったり、食べたりとかしてるイメージがあるので、1枚は一緒に連れて行ってほしいなってことでお出かけ行こう。そしてもう1枚が、まあね、照れてあまり言えないので直接はやっぱ言えないので、大好きだよと、これからも一緒にいたいなってことで、まだまだアイドル続けていきますので、これからもね、会いに来てくださると嬉しいし、 ST48 のこと応援してくださると嬉しいです。空はまだまだ卒業しないよありがとう浩平さん、3枚もありがとう。じゃあお仕事よ、お家よ、お出かけよ、お仕事が現場っていうか会社よ、全部にソラハを置いててくださいありがとうございます。続きましてはカホちゃん、カホちゃん申し込んでくれてたの、ソラハのこと。カホちゃん、カホちゃん、はーい。だってグーちゃんの推し名は誰なんですか本当の推し名は誰なんですか、ソラハのアツでじゃなくて誰なんですか。ソラハじゃないでしょ。ソラハです。なんだその絵文字は。なんだその絵文字は。なんだそれは。ソラハじゃないだろ。ソラハになって。はい、ということでじゃーん、ソラハしか見えない。カホちゃんはもうソラハしか見えません。ソラハのことが大好きです。ソラハのことしか考えられません。3期研究生ちゃんのことなんて考えられません。もうソラハのことしか考えられませんですありがとうカホちゃん、大阪嬉しかったよ。ハートいっぱいいっぱい、これからもソラハのこと好きでいてください。ずっとずっと卒業するまでね。あの後の恋の方はどうなのか気になりますが、お出かけ行くみたいなの言ってたけど、どうなんでしょうかその後の進展睡眠術だ催眠術だ、催眠術。みんなのことそうしよう、みんなにもうソラハのことしか考えられないように脳を変換させる。では続きまして、アスおじさん大好きやで、ありがとう。アスおじさん元気ですか、いるかな、アスおじさん。ちょっとカフェラテ飲みます、すいません。ずっと喋ってたら
喉が乾いてきちゃいました。喉あずおじさん、いらっしゃらんかな。あずおじさん、スラハの思いを決めましてって込めました。あずおじさん、でもこの前ね、公園来てくれとってすっごい嬉しかったよ。またお話し会とかもね、お仕事が結構バタバタっていうイメージがあったのであれなんですけども、あずおじさんありがとう。また広島でね、いっぱい公演してると思うし、あのグリーンアリーナも立つし、来てください、待ってる。お話し会も、広島の直接お話し会も待ってる。あずおじさんめっちゃ名前呼ぶやんって感じだけどありがとう、本当にいつもいつもありがとうございます。皆さん、なんととうとう終盤にかかりました。残り終盤っていうか、もうガチ終盤です。あと残り10人となります。ということで読んでいきたいと思います。お名前を読みます。ツッチーさん、ポンポンポンタさん、モアイさん、パーさん、ニッシーさん、ザキヤマさん、ナーコさん、ジャストミートさん、チューンさん、サダオさんで以上となります。あと10人の方です。嬉しい、みんなありがとう。ちゃんとチェキ余分に取ったから大丈夫だ。ちょっと不安やったけど、こんばんは。ということで、まずは、ツッチーさん、ツッチーさん、ツッチーさんいらっしゃるかな。来た、ごめん、めっちゃお待たせしてしまった。みんな絶対もう夜ご飯食べてる。そらもお腹空いてきちゃった。何食べようかな今日の夜は。今日の夜ご飯は、今ならラーメンと白ご飯食べれるけど我慢タイムなので食べません。我慢します。何食べよう。ツッチーさんありがとう。じゃーん、くまちゃんコスプレのやつです。ツッチーさんありがとうございます。たくさん本当にいつもありがとうなんですけれども、ちょっと今日は見れてないのかなって悲しい気持ちで、ちょっとシクシクって感じなんですけど、また直接、まあオンライン、直接が難しかったらオンラインでもお会いできたらなって思うし、お話ししたいなって思うし、パフォーマンスもね、昔よりかはもうバーンって多分ちょっとは成長すると思うので、見に来てほしいです。いっぱいパフォーマンスできるようにね頑張りますので、どれか、まあ、年内が難しかったら来年、まだまだアイドルとしてシナノソラハいるので、いつでも遊びに来てください。ありがとう、ツッチーさん。また会える日を楽しみにしておるよ。続きましてはポンポンポンタさん、プンチシアン、ポンタさん、ソラノ申し込んでくれとったのか。ボンタさん、ツンデレってやつやな。ツンデレってやつかな。ポンポンポンタン、ポンタさん、あ、寝てる？あ、出た、ツンデレってやつですね。寝てないでしょうね、コメントできてるってことは。しかも定型文じゃないしありがとう、嬉しいですよ。え、じゃあ寝てるやつにすればよかった。寝てるやつもあったんですよ。なんか寝てるやつじゃない方にしちゃった。寝てるやつもあったけど惜しいね。ポンポンポンタさん、
ありがとう。もっと好きになって。でもさ、赤いタヌキと緑のタヌキ、赤いキツネじゃない？なんか惜しいよ。惜しいけども、まあそういうところも好きですよ、ホントさん。また待ってます。あのマイカー公演だったりね。マイカー公演はね一緒に出れるけど、花取りはね株ポジションが一緒だからあれだけど、待ってるよポンタさん。赤と赤もあれだけど、赤と緑もよろしくお願いします。ありがとうポンタさん、お話もたまには出れてください。ツンのツンのプロぐらいのツンなので。他のメンバーにもそうなのかな、ソロだけなのかな。続きましてはモアイさん。モアイさん、モアイさん、モアイさん、モアイさんいらっしゃらんかな。ありがとうございます。一緒にね、なんだっけ、ボーリングしたかった。ボーリングのプロだからモアイさん、マジで。よし、ずっと待ってるよ。うちの声がめっちゃ若い。緑メリーかっこよ。うわすごい、瀬戸セブン集まりたいな。瀬戸セブン、 We are the 瀬戸セブン、キラン、もうブラック、瀬戸ブラックもお別れしちゃったし、瀬戸セブンはもう瀬戸レッド、瀬戸ブルー、瀬戸レッド、瀬戸ピンク、瀬戸イエローしかいません。寂しい。モアイさんありがとう。チェキ、なんと本日のこの猫、猫耳ちゃんラストでした。本日の猫耳ちゃんラスト、ラストはモアイさんでした。猫耳ちゃんラスト、ありがとう猫ちゃん。またオンラインとかね、この前9枚目の時ね、久しぶりになんかお話できた気がするのでね、また10枚目いっぱい関東にも2回行かせていただくし、こうイベントだったりとかで行かせていただく機会が増えるかなと思うので、待ってます。来てください。このあ、このチェキ持ってきてね。そらはちゃん、そらはちゃんを見に、そらはちゃんを連れてきたって、いっぱいポストして。ありがとうもえさん、またお話できる日も会える日も楽しみにしてます。続きましてはターさん、ターさん、ターさんいらっしゃりますか。ターさんいるかな。みんな遅くなっちゃってるからさ、もしかしたらもう他のルーム行って他のメンバーの配信見たりしとるんちゃう。やめてよ、ソラハのチェキ待ちタイムで釣られてましたみたいな。悲しくなっちゃう、もうチェキ替え怖くてできなくなっちゃう。ターさんありがとう。ターさんいないかな。ありがとうございます。多分お仕事かね、何かで多分きっと見れてないと思うんですけども、いつもありがとうございます。申し込んでくれても嬉しいです。この地域と共に一緒にいろんなところに行ってほしいし、もうこのね、いつもありがとう、いつも本当にありがとうって書いてるんですけど、これからもずっとずっとお世話になります。お世話になります。これからもずっと見守ってて応援してくださると嬉しいです。ありがとう、よろしく。クマソラハを泣かせないでね、あの亡くなったみたいなのならないでね、ちゃんと毎日持っててください。続きましてはニッシーさん、ニッシーさん、ニッシーさんいらっしゃいますか。
ニッシーさん、ニッシーさん、チェキ初ゲット、初ゲットだぜ、嬉しい、よろしくやで、これからもいっぱいコンプしてください、空の初チェキやったね、なんて書こうかな、初って書いとこう、初チェキ、初チェキって書けました、初チェキ、ありがとう、いつも返信してくれてありがとう、しっかり見させていただいてます、なんかね、やっぱりメールの返信があるとね、メール送ろうってすごい思うしね、お仕事忙しかったりとかさ、やっぱ他のメンバーのね他のメンバーのメールとか言って、とかもあるのにもかかわらず返信してくれてありがとう、日清さん、ずっとこれからもね、そばにいてほしいし、好きでいてほしいし、そうやって居続けてもらえるようにいっぱいメール送るしこういろんな面で頑張ろうと思いますので、これからも一緒に歩んでくださると嬉しいです、日清さんありがとう、初チェキいろんなところ持って行ってね、毎日肌身、何肌身離さずみたいな持っててくださいありがとう、続きましてはザキヤマさん、ザキヤマさん、さっき来たってコメントしてたけど、ザキヤマさん、ザキヤマさん、ザキヤマさん、待ってました、待ってごめんね、ありがとう、嬉しい、待っててくれてありがとう、また会いましょう、やった、ニッシーですって言ってくださいやったね、ザキヤマさんありがとう、たくさんお待たせしました、デカハート作ってきました何書こうかな、ちょっと圧のコメントにしましたまあね、いろんなメンバーさんがね、可愛いってなる気持ちもわかるんですけども、やっぱりこれだって感じのことを書きました ということで、そらはちゃんが世界一まあいろんなメンバーさんが世界一だと思うので、多分ザキヤマさんは優しいから、いろんなメンバーに対して何々ちゃんが世界一だよって言うかもしれないんですけど、これが一番なあのザキヤマさんの本性っていうか本音なので、これが本当の本音なので、ザキヤマさんこれからもソラハが世界一でいてくださいまた関東行くし待ってて、瀬戸内にも遊びに来てください、待ってるよ、待ってるよ、ザキヤマさん熱ありがとう、本当にもうね、何度も言うけどガチで本当に初期の初期からありがとうだしね、オンラインでもさ前回お話いっぱいできたし楽しかったし、仲良くより慣れたなって思うから、これからもよろしくやで、大好きだよ、ありがとう、あチュッチュダメだよ、いろんな人にチュッチュとか言っちゃダメなんだから、もうソラハにしか言っちゃダメよ、チュッチュ、わかりましたか、ではでは続きましてはなーこさん、なーこさん、ザキヤマさんお花ありがとう、なーこさん、なーこさん、なーこさん、
日本語すごいこんばんは、ありがとうございます。あ、大好きな曲やみんな、これ超大好き。これ本当にちょっと やりたいんですよね、マジで。これはあの ST48 の激おも選抜作って、多分センター取れるぐらい重いからセンターで歌う。あと誰だろう、まいちゃんとかも重いらしいから、まいちゃんとパセも重いって言ったから、あとひなさんも多分重いから、めっちゃやりたい、ちょお願いしますもう超やりたい。あと多分誰だろうね、みんなが思う STU メンバーのさ愛が重い人って誰ですか。私はあんまり出さないんですけど、根っからの思い、なんかメンヘラの診断みたいなのを STU でやって、それで上位の人でやりたい。ちょっと歌唱力ちょっと無理だけど、ないけどやりたい。アリちゃんさんのモノマネは、いやアリちゃんさんのモノマネできんのよ。なんでかっていうと声が低くなったよね。誰かいますか、愛重そう。私まいちゃん、パセ、ひなさん、あと誰ですかね、あずみ、あれあざとい、どんな選抜、あざとい、あざとい選抜、あ激おも選抜でしょ、激おも選抜。えだけ周年コンサートとかでこう可愛い選抜とか美人選抜とかある中で激おも選抜激おも選抜でも分かんないな、三期生ちゃんとかも分かんないけど、どうなんだろう。ちょっと奈子さんと書きますね。みんなが思う激おも女性の名前、女性激おもお願いします。でもみんなも多分重いんだろうね、表に出してないんだけど。あでもリオツンとか分からんけど、ちょっと重そう。いや分からんけどね、なんか他の子見てたでしょとかっていうお話し会聞いたことあるうわマジかっこいい、共感しちゃうこの曲。みんな共感してるセンター決まり、本当ガチで重いからな。私なおこさんありがとう、めちゃめちゃにラブ、大好きだよ。また会える日を楽しみにしてるしね。この前の9枚目シングル、直接のお話し会でやっと対面でお話できて楽しかったし、なおこさんがすっごい一途にすごい見てくれてちょっとドキッとしました。これからもね、お仕事とかすごいね、もう頭がすごい賢い方だからね、すごい私には難しいことだけど、なおこさんはもう天才なので、お仕事いっぱい頑張ってください。応援してます、会えるの楽しみにしてる、話した早く、ありがとう。誰かいますか、激おもそうな人。あーさやかりん、確かにさやかりんも重そう。うわいけるこれこれいけるな、激おも選抜来年の周年 7周年コンサートあるかもしれん。ちょっと言っとこ、みちさんに言っとくわ、みちさんキャプテンに言っとこ、もし7周年のお話が出た時に激おも選抜でってちゃんと計画書みたいな書いてみちさんにプレゼンしようかな。じゃあそこまでしたらちょっと考えてくれるかもしれない。これはいけるいやこれはいける、みんなこれはいける。だけあと3期生ちゃんが分からんからあれやけど、誰だろうね。でもなんかね、一緒に幕張のお話し会でリコチと壁島ちゃんと同じ時に、壁島ちゃん結構あざとかったので、みたいな、私のことも好きになってくださいみたいな、まあざといかな、重いの誰なんだろうな、すでに重い。ソラハはランクインかけて、ほんと誰だろう、3期生ちゃんマジでわかんないな。なんだっけ、森末ちゃんもなんかわからんけど重そう勝手な偏見がすぎる、勝手な偏見がすぎるんですけど、まあ一応ちょっと提出しよう提出しようって、おもろ重い企画書。そうだよ、その前にその曲披露する前にちょっとそういう演技入れてもらう、寸劇じゃないけどそういうのがあって始まるみたいな、めっちゃいいと思うよ。桟橋ちょっと作ってもらうわ、セットでちょっとやってみよう。ソラハ言ったらちゃんとやるからねみちさんに言っとくわ、とりあえず。ではいきます。あ残り3人、残り3名です。ジャストミートさんありがとう、本当にやりそうでいやわかる、そんなソラ力あるわけじゃないからね
セットとかも大変だしね。早いけど、ジャストミートさんありがとうございます。実現する事例、いやいや、むずいからね、そういうのって。そんなポンって通るわけじゃないからね。難しいけど頑張るわ。ジャストミートさん、なになに、届くの楽しみ。あ、ありがとう、ジャストミートさん見てくれてごめんね。めちゃくちゃ遅くなっちゃったけど嬉しい、申し込んでくれてありがとう。どうしようかな。じゃあ、よいしょ、あとどうしようかな。いつもありがとう、ありがとう。帯さんハート、ヒロさんかわいい、ありがとう、ありがとうございます。じゃん、ジャストミートさんありがとう。まあ、あの推しかぶりっていうんですか、推しが一緒ということで、あのピンクと紫で描かせていただきました。ありがとうございます。もうね、ほとんどというかもうほぼジャストミートさんはソラのことが好きということで、来世ソラと結婚したいぐらい好きということで、まあ、みちさんにバレないようにまあもうおたとも枠ですかね。でもショールームも来てくれたり、こうやってね席替えも申し込んでくれてありがとうございます。幕張多分来てくれるんですよね。幕張待ってます。もう秒でブル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 って喋ってさ、もうあんま喋ったことないからさ、もう喋りたいことありすぎて早口になっちゃうかもしれないんですけど、あのいっぱいちゃんとあの一言一句しっかり聞き逃さないように耳の特訓よろしくお願いします待ってます幕張。では続きまして、シューンさん、シューンさん、ラスト2人、シューンさん、シューンさん選抜おめありがとう。シューンさん、シューンさん、え、聞いていいのかな、何枚申し込んだんですかあのメンバーね、何人のメンバー申し込んだんだろう。なんか分からんけど、シューンさんはすごいいろんなメンバーさんと仲いいじゃないけど、こう言ってるイメージが勝手にあるので、大丈夫、かぶってなかったかな、かぶってなかった、やめてくださいじゃあお話し会で教えてねありがとう。でもいいことよ、いろんなメンバーと仲いいことはいいことだけど、でも心の中でこの人って決めてたらいいんだよ。この人が一番っていうのね、決めてたらいいことだよ。でもじゃないとソラハンとか多分来てくれてなかったと思うしね。ソラハ幕張で出すか、待ってる。じゃあこのやつを持ってきてね、シュンさん。はい、心の中での一番はシナのソラハですこれもあのスマホの裏に貼って、あのスマホの裏に入れて、いろんなメンバーさんのツーショット写真会とかに参加するのであれば参加して、こう写真撮るときにこうやってスマホの裏がメンバーの方に映ると思うので、これを見せていきましょう。はい、ということでありがとうございます勝手にしゅんさんありがとう、ありがとうございます。ということで、マジでこの前もね、公演来て来とってわーってなったけど、いろんなメンバーに知られとってびっくりしちゃったってありがとう、そらハントからにも来てくれて、これからも仲良くしてくださると嬉しいです、ありがとうね。はなわくんが好きなのかなでは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 
皆さん本日のラスト、ラストはさだおさんです。さだおさんありがとう。さだごせやん、初席初サインありがとう。初サイン、サイン会書いてなかったっけ。チェキが初ってことかな。さだおさんありがとう、最初から最後まで見てくれてたよかな、ありがとう。まさかラストは思ってなかったありがとう。あれをね、今確か遠征しとるんよね、この前撮ったよね。ユミリンさんの卒業コンサート行きたかったけど遠征してるかも、だから難しいかもみたいな言っとったけど、遠征中かな。あ、サインも初か、ありがとう。最近さ、ショールームのコメント見んかったからさ、もしかしたらもうちょっと一時な感情だったのかなと思ったけど、チェキ会申し込んでくれとって嬉しい、ありがとう。え、青森在住、え、やっぱり青森在住ってことはもう住んでるのか。いつ帰ってくるんだ。また後輩ちゃんとも一緒に来てね、お仕事の後輩ちゃんとも現場。コキンさんハートありがとう。さだおさんじゃーん、ラクマさんです。お仕事頑張ってください、ずっと応援してる、遠いけど遠いけどずっと応援してる、大好きだよ、ありがとう。またマイカー公園、花だる公園も待ってるし、遠いかもだけど何かあったらいつでもメールの返信タグ使って、こういうことがあったんだ、何でも話してください。多分ね、いつもいるところと違うところにね行っちゃったりしたらさ、やっぱ不安とかもあると思うから、いつでも頼ってね、毎日配信してるしありがとう。ということで、本日のっていうか10枚目シングルのオンラインチェキサイン会、これにて終了です。イエーイ、皆さん2時間半お付き合いいただきありがとうございました。オンライン行くよ、お待ってる、悲そうな竹山さんハート、バシちゃんさんお疲れ、まさしさんお疲れ、ありがとう。バシちゃんさんありがとう。コケンさんハートありがとうございます、お疲れ様です。コケンさんハート、安部さんお疲れ、アスパラさんお疲れ、村上さんお花、コケンさんハートありがとう、ゆえさんお疲れ、ありがとうございます。もう全然疲れてないです。なんでかっていうと、もう申し込んでくださってるっていうのがすっごい嬉しいから、もう超超超超幸せですではいっぱいペンを使ったのでちゃんとね直していきたいと思います。明日使うメンバーもいるのでね、汚かったらね、誰が使ったんだってスタッフさんにね言われたらね、シナのソラハだよって言われたらもう悲しいので、ちゃんと綺麗にしときます。綺麗に綺麗に、よし、こんな感じかな。時間配分が天使、嬉しい。2時間半、私はでも目標日付が変わるまでって始めてたんですけど、さすがにファンの方がファンの方がさすがにそれはやばいってなったから、じゃあ21時までには終わりますって言ってたので、しっかり21時までに終わることができてよかったです。ちょっと間違えちゃったりもしたけども、いい感じ、余ったやつは持って帰ろ持って帰っちゃおう。誰かいる人いるかな。でも24時はスタッフちゃん、ね、確かにスタッフさん、そうだよ、スタッフさん今日はお昼のね、お昼の時間もあったから長時間だ。ではもう一回ちょっと言うね、今日のお洋服かわいいんです
今日ゆる配信帰ってからはしないので、ちょっと見させてください。じゃーん、こんな感じのジャケットがすごいの、特殊なの。これは本当に一目惚れして買ったお洋服です。ミニスカートの丈が結構ミニなんですけど、めっちゃ可愛い。あと見て、じゃーん、この前安くで買ったやつ、1足9800円なのに2足で1万1000円で買ったやつ、またこのコーデしよう。めっちゃ可愛い、マジで可愛い、イエーイ、超好き。このコーデいっぱいしちゃおう。ミロさんハートありがとう。ヨウさんバラ、モビさんだるまありがとう。ヨウさんかわいい、モグモグさんニャン、ありがとう。でしょ、かわいいでしょ。これまたちょっと今日はね、全身写真撮ってないんですけど、また同じコーデをするので全身写真撮ってまた載せます。確かにシャーロックホームズ。あと髪の毛10センチ切りましたあんまりね、わかんないかなって感じだけど、ちょっと今日は美容院にね行って髪の毛切り立てです。では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 、配信を終わります。皆さん本当にチェキ会ありがとうございました。プチさんお花ありがとう。今日はこの後お家に帰ってからは配信はないんですけれども、また明日配信しますので遊びに来てください。それでは男女見ます。13位ユダさん、12位ミロさん、11位バンジャラモンスターさん、10位ザキヤマさん、9位カズさん、8位チリキチさん、7位ヒロさん、6位ユウヤさん、5位ヘルムビーゲさん、4位カイトさん、3位パッチャンさん、2位ヤスベさん、そして1位はマサシさん。ありがとう、こちらこそありがとう。皆さんもしよかったら今日のねこのチェキ会のやつ、ハッシュタグソラ通信をつけて、ハッシュタグソラ通信またはハッシュタグシナのソラハをつけてポストしてくださると嬉しいです。いっぱい拡散してね、もし次のシングル申し込もうとかって思ってくださる方がね増えるかもしれないので、一人でもねもしよかったらポストしてください。そして申し込んでくださった方もそうなんですけど、申し込んでないけど配信見てたよって方とか、コメントしてないけどこっそり見てたよとか聞いてたよって方、本当にありがとうございました。まだね明日もお休みの方が多いかなと思うので、しっかり体を休めて、良い休日を過ごしてください。ではこの後メール送ります。皆さんありがとうございました。ではバイチャラポー、またね、おやすみちゅー。